シド、ご相談が。どうした？私の主人だった先の奴隷商人から荷が届いたのです。自首をする直前に出したものでしょう。中にはウォールード王国におけるベアラー兵の管理記録が入っていました。なぜそんなものを？私への罪滅ぼしなのかもしれませんね。次の仕事先だったみたいですから。記録によればバルムンク監獄という場所に主を失ったベアラーが捕らわれたようです。本来ならそこでベアラー兵として教育されるはずが、監獄が破棄されたことで今も取り残されていると。奴隷商人は彼らをさらい密売するつもりだったのか。もしベアラーたちがまだ生き残っているなら、私たちの手で保護したく思います。ですが危険なウォールード領に他の隊員を向かわせるわけにもいきません。そこでシド、あなたの力をお借りしたいのです。バルムンク監獄の調査にご同行いただけないでしょうか？協力しよう。ありがとうございますシド。だがウォールードはあの状況だ。調査をするのはいいが、ベアラーたちは残ってないかもしれない。シド、実は記録の中に知った名を見つけたのです。かつての仲間でチャドウィックと言います。ベアラー兵としても優秀な男でした。もっとも本人かどうかの確証はありませんが。仲間に加えたいか？生きているならば。分かった、とにかく現地へ行ってみよう。バルムンク監獄は灰の大陸中部レーベンウィット城塞に隣接しているようです。私は先へ向かい周囲の状況を確認します。監獄の前で落ち合いましょう。ああ、無理はするなよ。バルムンク監獄に行かなければ。確かレーベンウィット城塞に隣接しているんだったな。
ドリス、無事か？待たせたな。いえ、問題ありません。少しあたりを調べてみたのですが、多くのアカシアが徘徊しているようです。この状況、囚われたベアラーたちはもう望みを捨てるには早い。まずは調査してからだ。二人で手分けしよう。俺は一階を調べてみる。では私は二階を。また後ほど合流しましょう。誰か生存者がいればいいが、確かにこの状況では。とにかくまずは。鍵がかかっているな。この監獄は軍用魔獣の管理もしていたのか。まだ潜んでいるかもしれない。注意して進もう。ベアラを魔獣の餌に。命を何だと思ってるんだ。軍用魔獣の訓練だと。しかもベアラーをおとりに。ここに彼らを収容していたのもそのためか。手がかりらしいものはないか。生存者も見つからない。一旦ドリスと合流しよう。Get! Ah! 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 Ah
取る。ドリス、1階には手がかりも生存者もなしだ。そっちはどうだった？ええ、こちらも同様です。見つかるのは監獄に関する文書だけで、ここは単なる監獄ではなかったのですね。まさか軍用魔獣の訓練にベアラーをあてがっていたとは。魔獣には人の何倍もの極を誇るとの記述がありました。そんな相手にかなうはずもない。囚われたベアラーの中には幼い子供から老人までいたようです。おそらく兵として使えないものもここで処分していたのでしょう。ああ、ベアラーを魔獣の餌にすることでな。そんな、なんということを。他には何かなかったか？鍵を一つ見つけました。2階では使えそうなところはありませんでしたが。だとしたら1階の鍵なのかもしれない。まだ入っていない場所があったはずだ。俺が調べてこよう。ドリスも後から来てくれ。承知しました。この声は、まさか。